久しぶりです。まずは前回手に入れたこのオーディンから見ていきましょう。スキルとしてはメガスピア、その他攻撃力とカウンター繊維喪失、ハサミ攻撃のカウンターで相手の攻撃力がダウン、あんまり強さの片鱗は見えないと。でプロフィール見てみましょう。はい、竹に来る暴風吹き荒れる御所で眠り、誕生と消滅を観察し続ける始祖。彼は混沌とした世界をうがち、無にゼロを与えた存在だと称えられ、始祖と称されている。彼らのような代理神は、あらゆる国と文明に応じて定義され、崇拝されていると。まあ、似たような、あんまり、なんですかね。誰かが言ったら、サメ人しか見えないとか言ってましたね。どうしてもオーディンって言うと、FF の影響が強すぎるというわけですね。で、こいつを酒場で、ジョブ追加するためには、パーピュアフレームというのを手に入れないといけないというわけです。よし、これを手に入れるためにオーディン進化に挑戦していきたいと思いますと。で、闘技場からスペシャルを選び、オーディン降臨、オーディン進化いきます。さあ、チームはこんな感じ。だいぶ育てました。アイリーン、スナイプ、ググバ、忘れてた。グレイス。グレイス育ててよかったね。それから、ブルババ。あとは、パールですね。この二人は、防御力アップで防御を固める、斬鉄剣とか来てもいいように耐えられるメンバー。で、この三人が結構攻撃力があるという感じでいきたいと思います。さあ、バトル開始。初見で果たして倒せるか。でも難易度45だから、まあ、いけるでしょう。ヨトの開口は無限のごとくなり。始祖は語る。神によって作られし、象徴としての神々。彼らは常にどこかで息づいている。見えずとも聞こえずとも彼らはいる。さあ、どう来る？おー、エピスの白壁ピュー。お、何してきた？いきなり何をしてきたかわからなかった。こいつらがなんか、ひょって飛んだような気がしたね。はい、突撃ランダム。なるほど。周りを蹴散らして突撃してくると。これは？突き刺したて、突き飛ばしたて、盾挟み、カウンター回復か。一発でやっつけられないと、回復しちゃうと。じゃあ横から挟む感じでいいですかね。よし。じゃあまずはどの辺から行きますか？攻撃力の高い二人で。まあ、一匹ずつ、順番にやっつけていきますか。よし。こんな感じでどうですか？すごい強いな、向こう。よし。こっちはやっつけられる。こっちの白壁がちょっと強いね。この白壁がちょっと強い。よし。こっちの防御力は大丈夫だ。この、やっぱりパールの能力の防御力プラス 20%、プラス 30% で、合計 50% 防御力上げれば、まあ食らわないだろうというので、やっていきたいと思いますね。よし。じゃあ、どうするかと。攻撃力はいい。悪くない。道中は多分楽だ。楽勝。これ弓、違う、杖で挟んでるからいけないっていう。いいね。なかなかの攻撃。おっと、落石覚えましたね。ググバが。突撃ランダム。これに耐えきれれば全然減ってないね。OK。よし。スナイプ。こちら回復させよう。リジェネ装備を覚えましたね。アイリーンが、すでに。どうしは楽勝、とりあえずは。フレキはただの回復野郎だったはず。フレキ、この犬。おたけび周囲、おっと、そんなに吠えちゃいや、大したことなさそうだ。下の、こいつの方が厄介だから、こいつから倒しに行く方向で行きましょう。よし。どうだ、結構な連鎖してる。罰でやっつけられる。よし。余裕勝ち。2000もダメージ与えてる。相当攻撃力上げてきたからね。ちょっとマリオカートやっていて実況ができない間、ひたすらレベル上げだけやってましたからね。よし。P はどんどん食べる方が、P があんまりたまらないね。よし。この辺は余裕なはずなんでね。あとはオーディンがどう来るか。
し、防御力もアップしている。悪くない。パールが防御力をどんどん上げてくれればやれる。おっと、ヒューグリム、一番やらしいやつはどれだったかな。ここをちょっと挟めないから、ここはほっといて、こっちから挟み行きましょう。これ見たことないやつ。角盾、角飛ばし盾に千本槍クロス前、これ食らうとダメージ先攻撃、これ食らうとちょっと辛いね。なのでクロス、クロス、こいつから、ほい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 、あ、いけなかった。一匹挟むのが嫌とか。うわー、結構強いね。硬い。突き飛ばし盾、突き刺したて、あんまり食らわない、防御力高いから。角盾、よし、こいつがクロスをやってくる前にやっつけたい。どうすればいいかな、どうすればいい、いい挟み具合になるか。この辺でいいか。ここは余裕で、これを叩いた後にグレイスが連携に入る。よし、これ多分一発でやっつけられるでしょう。よし、相手が槍しかいなければ余裕だね。よし、突き飛ばしたて、突き刺したて、ちゃんと回復も考えないといけない。お、カウンター、すげえ、カウンターでやっつけてしまった。よし、さあ回復を考えてリジェネしつつ、リジェネしつつ叩くように意識をしてこうか。しまった、失敗した。代わりやっつけられない、カウンター食らっちゃう。お、余裕だった。そして全員にリジェネ、オッケー。無に一人で援軍を呼んでくる。こいつが、こいつ自身が、無人自体が援軍を呼ぶのか。浮遊しているだけ、ブレスアタック周囲、吹き飛ばしプラス物理ダメージ。気をつけよう、気をつけよう。HP はどれぐらいある？ HP は2800か。一発ではやっつけられないかもしれないが。まあ、まあ、でもやれるだろう。連鎖をうまく組みながら、やればどうだ？やれなかったか。しまった。しまった。ちょっと残すとなんか嫌な予感がする。中途半端に倒すと援軍を呼ばれるとかいうパターン。あ、全部死んだ。なんで死んだんだ今。なんで今死んだかちょっと分かんなかったな。こう、あ、そうか、本体の一匹だけやっつければ援軍はただの影武者だったということか。こうして世界を得られたのは世だけではない。幾多の神話はそれぞれの世界観を有している。作られし神々にはその存在に応じた世界が分け与えられた。それは一つや二つの話ではない。全ては神と人の創造による創造。まあ、余裕でしょう。無人と不銀、オーディン、援軍。ああ、どれが本物か当てろっていうことか。で、さあオーディン見てみましょう。どれだけ強くなった。突き飛ばし盾に、突き飛ばしクロス前、プレス盾に、発動率 0% 周囲1、爆弾呼び出し、斬鉄層全体、HP 吸収全体強そうだが、これ雑魚からやっつけるべきか、どうか迷うね。こいつは援軍だから本体1匹やっつければ多分やっつけられる。で、不銀は浮遊プレスアタック周囲。難しいな、難しいな。どれかが本体だと見て、ピキピキやっつけに行く方向で行くか。オーディンは後回しだけど、縦攻撃が来るからな、縦攻撃が来るからみんな食らっちゃったら怖い。 P が発生すれば、あー、失敗だ。クソ、連鎖にも入ってない。やっつけたはいいが、こいつじゃないでしょ。本体はこいつじゃない。本体はどれだ。ブレスアタック盾に、そんなに強くないぞ、そんなに強くないぞ。こっちの守りが強い。いや、ブレス強いな。連続ブレスやられると辛いな。でも誰かで挟みには行きたい。パールを連携に含めると防御力が上がるんで、防御を上げに行こう。で、ID も連鎖に入れつつ、挟みつつ、ということがしたい。上からオーディン挟んでみるか。それとも、ザコをやっつけるか、全部。ザコをやっつける方向から行くか。さあ攻撃力が上がる。よし、さあ本物をやっつけろ、本物をやっつけろ、本物をやっつけてくれ。偽物をやっつけちゃったか。偽物が援軍呼ぶとかやめてくれよ。発動率、うわー、発動率下がった。援軍呼ばれちゃったよ。これはめんどくさいな、これはめんどくさいな。
援軍呼んだやつ本体こいつだよね。こいつをやっつければ、全部が消える。発動率は下げられんの。めんどくさいけど、アイリーンのホーリーソングで、消えそうな気がするんで、一気に叩きたい。叩きたい。こうして、どうだ、テラアロー。どんだけ与えられるか。弱い弱い、こっちが強すぎるんだ。よし、こいつをやっつけた。本体や、それでもう一回攻撃して、45のオーディンは余裕だった。槍使い育てすぎたか。圧勝。で、アイテムもドロップした。一発ドロップか、これは。来たか？変なアイテムじゃなければいいんだが。さすがカンスト。カンスト、スナイプが最強だと言ってくれた方、ありがとうございます。グレースとスナイプでもう完璧だったね。圧勝。これでアイテムが手に入っていればいいんだが。さあどうだ、槍の振動、優しさの刃。ガクーン。今アイテムドロップしただろ、お前。パープルなんとかドロップしてくれよ。神、人、夢、それらをつなぐものは信仰。魂を吹き込むは意志。形作るは想像。そうして出来上がったものは。というわけで、今回も一発ドロップはなかったんで、ドロップするまで繰り返したいと思います。長かった。オーディン弱いんだけどドロップなかなかしてくれなくって。というわけで、オーディン進化させて終わりましょうか。ではまた。